ンビ。それは一度死んだ者が呪術や飛躍などにより蘇り、血肉を求め人々を襲うと言われる恐るべきモンスター。そんなゾンビがこの日本の地方の町に。我が輩もゾンビである。わお。ん？どうしたの？命はもうない。眠れない夜に聞いた物語が絵空ごとだとしたら、我が輩も彼女もまだ若いミソラながら不慮の事故で命を落とし、そしてある薬によってゾンビとして蘇ったのだった。そんなすごい薬を作ったのが我が輩の主人古谷千尋。ああバーブ、ただいま。もともとゾンビの出る映画やゲームが好きだったのが高じてゾンビ薬まで作ってしまったのである。体冷やすドライアイス仕入れてきたぜ。古谷くん、お帰りなさい。またゾンビのくせにシャワー浴びてんのかよ。ゾンビだってシャワー浴びないと不潔じゃないですかね。我が輩は別に入らなくても構わないのだが。開けて中まで綺麗に洗いたいけどな。糸と接着剤でちぎれた腸が飛び出さないようにしてるんだからダメ。よし、ほらバーブ、アジサイの葉だぞ。我が輩はもともとこの家の飼い猫であった。そして彼女はゾンビとなったことで家を出てここで居候することになったのである。いいお天気。お嬢様という特別な存在などではなく、ずっと普通の女の子がする生活に憧れていた彼女。ねえ古谷くん、 お夕食の時間までお散歩に行きましょうよ。いいか、お前は死んでるんだぞ。生物が死ぬと肉体にどういうことが起きるか分かってんのか。
ク質が分解されてアミノ酸が増えて、あ、旨味成分が増すでしたっけ。一応当たってるけど違う。ほら、お前が死んだその日のうちに体が動かなくなっただろ。あれがいわゆる死後硬直。どんな動物でも一度はそうなる。ああ、お魚も死んだばかりのものを刺身にするとコリコリですもんね。食べ物に例えるなっての。で、死後硬直が解けるとその後次第に肉体を、とにかくあんまり日が出てるときは外出するなってことだ。はい。彼女の気持ちを十分に分かっていながら、ゾンビである彼女の体の維持も考えなければならない我が主人。まあでもちょっとだけなら。あ、我が輩の存命中よりまた随分と頼りがいのある主人になったものである。いいお天気ですね。うわ、何してんだよ。ごめんなさい。たく、学校行けて嬉しいのはわかるけど、お前の体のことなんだからな。はい。まだ日が高くないからいいけど。着いたな。じゃあな、マジで直射日光には当たるなよ。あと、アジサイの葉もちゃんと食べて。はーい。こまめなアジサイの葉の摂取は死後の体を維持する基本ですよね。おお。それじゃあ古谷君、行ってきます。やべ、もう来てるし。いや、ワンコ。なーによ、三女に転校でもするつもり？するかよ。レアを送ってきただけだよ。あっそ。私も早くから朝練だってのにさ。送り迎えしてよ、このか弱き女子を。お前はたくましいだろって。いったなぁ。おはよう、松木田さん、小野沢さん。おはよう、サンカさん。おはよう、サンカさん。草壁さん、おはよう。レア様。ん？おはようございます。学校来てくれたんですね。あ、ヘレンちゃん。おはよう。アサル？はい、うち早起き苦手やし続くんかなって思ってたんですけど、なんとか頑張ってます。そう、お疲れ様。あー、もうすっかり汗だくですね。それじゃあレア様、教室で。あ、これ。 あら、サンカさん。おはよう先生。おはようございます。すっかり元気になったみたいね。え？少し前まで何か塞いでいたみたいだったじゃない。先生ちょっと心配してたのよ。そうだったんですか。ひょっとしてサンカさん、好きな男の子でもできたんじゃないの。え？ちょっとからかっちゃった。あの、これ古いやつだったみたいで。失礼します。人間の筋力は平常時脳内のリミッターにより 2,3 割しか発揮できないと言われている。だがゾンビ化すると脳内リミッターを制御する機能が働かなくなるため、常時フルパワーが出せるのである。待って、あんな跳躍力ありました？しかも汗一つかいてないし。
レアなやつ、無理してねえだろうな。普通の女の子か。なーにブツブツ言ってんだよ。柄にもなく悩みでもあんのか。お前の人生と違って問題山積みなんだよ。だけど古谷くん、最近ちょっと変わったような気がしますね。大人っぽくなったっていうか。はあ、こいつはいつもながらのゾンビ萌え男子だろ。なあ安高、普通の女の子が喜びそうなデートコースとか知ってるか。はあ、ああ、お前ならそういう情報いっぱい持ってそうかなと思って。古谷くんが普通の女の子に興味を。なあ、なんだよおい。相手は誰だ。え、まさかてめえレアさんとデータプラモになってるのか。それともアンカさんか、はたまた禁断の兄弟関係でメナちゃんか。これは見た目ね。だからそういうんじゃねえんだって。古谷くん、誰と一緒に行くんだろう。かように人間世界というものはいろいろとややこしいものである。そこへ行くと猫はいたってのんきなものである。わうわうわうわ。よかった、引いちゃったかと思ったわよ。ああよしよし。わうわうう。聞いてくださいよ、私体育のバスケットボールでダンスシューズじゃなくって、あれ、ダンクローリーでしたっけ。それダンクシュートって言いたいの。そうそう、それできたんですよ。ゾンビの力ってすごいですね。つか体育やったのかよ。お前の体は感覚がないってだけで筋肉や骨の負荷は想像以上にかかってんだぞ。気をつけろよ。はい、じゃあ次からはほどほどにします。たく、本当に分かってんのかよ。曇ってきましたね。こうしてじっとしているのもったいないですね。だからって何にもできねえし。そんなことないですよ、雨雲さんのおかげで太陽も隠れて気温も下がってますし、絶好のお散歩日和です。おい平気ですよ、ゾンビだから風邪ひいたりしませんし。ほどほどに飛びました。転ばないように気をつけろよ。死んでゾンビになったことで初めて普通の女の子として生き生きできるようになった彼女。お、もう私カタツムリさんも自由に触れるようになったんですね。生きていた頃は親から虫一匹触らせてもらえなかったんです。普通の女の子はみんなこういうことしているんですよね。それを見守る我が主人の心境、察するにあまりある。
お眠いのに付き合ってもらっちゃって。いや、つかごめんな、散歩くらいしか付き合えなくて。じゃあ今度学校にも付き合ってもらおうかな。え？私の学校の生徒に扮して紛れ込むなんてどうですか？女の子になれってか？意外に似合ってるかもしれませんよ。ああ、こういう会話にうまく返せねえんだよな。そういえば、私がまだ生きていた時、古谷くんと会うのっていつもこんな真夜中でしたよね。ああ。おいおい、はしゃぎすぎて落ちるなよ。大丈夫ですよ、ゾンビだから落ちても痛くないですし。だからそうじゃなくて、ゾンビだからこそお前の体は一度傷ついたら。分かっています。あ、治らないんですよね、この先ずっと。レア、このお腹の傷も縫ってあるけどくっつくことはない。だから大事にしたいんです。これまでに味わったことのない今のこの大切な時間を。通常死を迎えた生物はもう細胞の代謝は行われなくなる。本来ならば生物は新たな細胞を作り出し、古くなった細胞を排出することで生命を維持している。だがゾンビの体は蘇生薬の効能である程度維持はされるものの、新たに作り出すという活動は起こらない。それはすなわち意識のあるまま、痛みも感じないまま、徐々に確実に腐敗していくということ。おい早いって。どうぐおお、サンキュー。いえ、気をつけてくださいね。何かあったら大変ですよ。ったく、朽ち果てていく肉体、そして徐々に徐々に。バーブちゃん、おかえり。ベッドにドライアイス入れてっからな。ワオ、どうしたの？甘えん坊さんになっちゃったの？なんだよ。ワオ。バーブちゃん、行ってきます。はい、日中はちゃんと影のあるところにいろよ。生きていようが死んでいようが、とかくこの世はままならぬ。二人の善ともまた多難であろうが、我が輩もこの体朽ちるまでまだまだ余生を楽しもうぞ。ぶっ、
shortly. こんな茎、新鮮期と呼ばれる死後2週間を過ぎると、どれだけ理性を持つゾンビであっても感情、欲求、本能の区切りが曖昧になり、愛するものを愛するからこそ食べてしまう。それが混濁期。ボイル教授、日本ではどんなサンプルにお目にかかれるのかしら。So